にちは。こんにちは。あの、ドスダレの那覇豪樹です。で、隣にいらっしゃるのは、エブリースプリングマウンテンツアーの静岡公園に出ていただく、シャムキャッツの皆さんです。じゃあ、こんにちは。シャムキャッツの藤村です。夏目です。菅原です。大塚です。ありがとうございます。それで、あの、ちょっと質問していくんで、はい、あのポンポンお願いします。はい、あなたの夏ソングは何ですか？夏ソング。波乗りジョニー。夏色。思いつかめません。忘れちゃった。ベースライン。あの、今年の夏どこ行きたいとかありますか？沖縄。スイス。藤村なんですけど。スイスは4回ぐらい行ってる。藤村カップっていう空手の大会があるんで。え、本当っすか？いや、本当に本当に。それ本当本当。うちの親父の。あの、ヤマハか海ハかどちらですか？山。あ、山。海。山です。海。あ、はい、ありがとうございます。学校の階段派か、本当に怖い話派どっちですか？学校の階段。学校の階段。本コア派で。本コア。珍しいですね。すごい。想像してください。あなたは小学校の担任です。どんな宿題を出しますか？夏休み。図形だけで動物を描きなさい。一、はい、日だけ朝4時に起きなさいってやつです。なんか何でもいいから、好きなことについて紙1枚で自由に描きなさいとか。それはいい。一番理想的ですね。最終日に全部の夏休みを振り返る日記を書いて。好きなアイスの銘柄は何ですか？ガリガリ君のソーダ。あれヨーロピアンシュガーコーン。俺はジャイアントコーン。まあ、それチョコの中じゃんもん。でも味ほとんどチョコが入ってないモナカ。モナオ。モナオ。モナオが好き。絶対嫌だ。つまんねえと思う。つまんねえと思う。ブルーハワイの中身は何だと思いますか？あ、絵の具。人魚の涙。イルカのおしっこです。はい、になるやつ。浴衣女子と線香花火をするのか、ビキニギャルと打ち上げ花火をするのか、どっちがいいですか？ビキニギャルと線香花火ダメですか？あ、それもいいっす。いいのかい。じゃあそれで、じゃあ俺それで。俺もそれがいいな。それが一番いいよ。俺もそれがいい。それがいい、それがいい。それでいい。あなたの夏の失敗談教えてください。失敗談？はい。夏の失敗談。もう完全に去年の。去年？なんだっけ？フジロックでしょ。あ、去年のフジロックでイコジ。企画に向けて一言皆さんでお願いします。何向けて？企画に向けて。4月1日の静岡。はい。4月で。楽しみか。いや、静岡、ね、盛り上げたいね。久しぶりだもんね。静岡でライブするの初めて。あ、2回目ぐらい。2回目ぐらいか。その会場ってやったことある？10年ぶりじゃない。ないです。あ、ないんだ。沼津でしたね。ツイタルネンとツーマンもなんか初めて。やっと初めてっすね。これがスーも初めてです。楽しみ。確かに。本当に。ありがとうございます。じゃあ、頑張りますっていうことで。はい。お待ちしてます。ありがとうございました。バイバイ。